両氏を殺す森綱佐々木森綱は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。家事森綱とも呼ばれ、家事師の祖である。大江の宇田源氏佐々木氏統領である、佐々木秀吉の三男として生まれる。署名は、父の一字を取って秀綱と言った。源の頼朝に、伊豆のる人時代から使え、その挙兵に従い自称、樹影の乱で活躍。 備前国小島の富士との戦いでは、島にこもる平行線を破った。能の富士と歌舞伎の無律な陣屋にも登場する。備前国小島僧、越後国家寺僧、上野国磯辺などを領した。大見国佐々木省を地盤とする宇田源氏佐々木氏の棟梁である佐々木秀吉の三男として生まれる。平治元年の平治の乱で父が従った。 源の義朝の敗北により、一門と共に関東へと落ち延び、渋谷主義国の庇護を受ける。任南元年、元服して、なお森綱に改めると、16歳で伊豆国に流された、義朝の維持、源、頼朝の身辺に仕えることとなった。自称4年8月6日、兵士打倒を決意した、頼朝の資質に一人呼ばれ、挙兵の計画を告げられる。 この時に頼朝は、未だ公害せざるといえも、一重に何時を頼むによって話すと述べた。頼朝は、他の家人である、工藤重光、土井真平、岡崎義寂、天野縁慶、加藤慶角にも、同様の言葉を述べていたが、それでも森綱は、当初から頼朝の信頼が厚かったことがわかる。8月17日の挙兵の日、兄たちが、山木兼高の貢献で勇士とされた、 つつみ新を打った後、慶イカと共に金高の邸宅へと赴む基礎の首を取った。20日、頼朝に従い相模国へと赴くが、石橋さんの戦いで敗れる。森綱兄弟は、石橋山で兵士側であった、渋谷主国の館に逃れ、主国は、喜んで、森綱らを迎え倉庫に隠しもてなした。安望国へ逃れていた頼朝が再び兵を集め、 鎌倉に入ると、森綱兄弟は再び頼朝の下に参じ、10月20日の藤川の戦いで兵士を破り、23日に相模国府で行われた拒兵後発の論功交渉では、丘陵の佐々木賞を安堵された。11月4日、日立国府での佐竹秀吉との戦いにも加わる。樹栄元年6月7日、 由いヶ浜までの主演で、酒に酔い倒れた、加藤慶連の解放を行う。10月17日、頼朝の着手である、源頼家が、三女から邸宅に入る、際の腰を担いでいる。元略元年12月、森綱は、平氏追悼のため備全国小島にあり、7日には、平行森が率いる500余がこもる城を攻め落とす。この合戦は、 藤戸との戦いと呼ばれ、平家物語にも描かれており、島にこもる雪森に対し、漁師から馬でも当たれる浅瀬を聞き出した森綱が、藤戸との海峡の波を馬で乗り越え先陣を切って、攻め入ったとされる。なお地元ではその漁師を口封じのために殺したと伝わる。それを題材として、洋曲、藤戸とが作られた。平家滅亡後、 よりともと弟の源義経との間で対立が深まっており、そうした中の文治元年10月24日、よりともは父、義ともの供養を行い、森綱もそれに劣している。文治2年10月24日、天名神明神社へ参拝したよりともに随行する。文治4年7月10日、源頼家が初めて鎧を着る儀式に加わる。研究元年8月15日、 頼りの鶴岡八万宮参拝に随行する。同年7月20日、頼りの邸宅でのすごろくの最中に、森綱の15歳の息子、真実が、工藤スケツネの額を石で打ち、流血へと至る事件が起きる。真実はその場を逃れ、森綱はその後を追ったが、翌日に、頼りより真実を捉えようと命じられる。しかし森綱は、真実はすでに出家をげ逃亡し、 親子の縁を切ったと述べる。頼朝が森綱に対し、助ケに対する謝罪を命じると、すでに親子の縁を切ったことを理由に謝罪を拒否した。9月から11月、頼朝に従い上落し、陰への参上や、岩清水、八幡宮への参拝などに随行する。研究2年10月1日、欧州と越後国より、牛15頭を頼朝に送る。研究3年11月15日、 英福寺への参拝に随行する。研究4年9月7日には、後白河法皇の法行後に荒廃していた御所の宿直を命じられる。研究5年2月2日、法条安時の元服式に、11月21日には、三島大社の神事による笠掛けに加わる。研究6年4月10日、東大寺供養のために上落した頼朝の三代に従い、この時には、 平営院に認じられている。5月20日の四天皇寺参拝にも随行している。頼朝が没した後の研究10年3月22日には、出家しており、歳年と称する。兼任元年4月3日、上野国磯部里にあり、上助森、半額午前の反乱の制圧を命じられる。命令は4月5日に、歳年の下に届き、越後国長坂木に構える上助森を激戦の末に、 破った。牧師事件では、元旧2年ウルー7月26日刑にあった、平賀友常を打つ軍に加わる。没年月日は不詳であるが、倉敷市に森綱のものと伝わる墓が残っている。ありがとうございます。